貴様らエデンの能力者か。ミチルをどこにやった。とシスコン兄貴来た。これすってターゲットの子ならこのテセオさんのセブンスワールドハックでとっくにベラデンに転送したんですけど無駄足押す。チッ、タクテセオ、てめえのしゃべりは相変わらずイラつくぜ。てめえはとっとと帰んな。予定通りここは俺が片付けといてやんよ。と、ツンデレっすか。ジブリールちゃんのツンデレとか誰とかっつって。じゃん言うな、サブケガタス。てめえはとっとと消えやがれ。ウィーウィー、テセオさんがログアウトしましたつって。さあ、邪魔者はなしだ。てめえはこのジブリール様がじきじきにぶっ潰してやる。構えろ。構えろ、タト。悲鳴を上げろ。貴様のような雑魚に構っている暇はない。とっととそこをどけ、コアッパだ。コアッパだ。あんなんだ。てめえは俺がチビだと相応するか。雑魚であることは認めるか。それも事件だ。てめえどうしたまった。乙女の悩みにズバズバ切り込みやがって。てめえは俺がずっと下に切り開いてやるよ。この俺、鉄血のジブリール様のセブン、メタリカの牙でない。しかし奴め、これ以上貴様と戯れるつもりはない。戯れか。ムカつかせる野郎だぜ。血の気の多い小わっぱか。ミチルのために即座に決着をつける。その劇場を俺が透明する。始めるぜ、アイアンメイデン。ベラデンとか言っていたな。現在ベラデンというワードについて情報を集めています。手が早いな、さすがはノアだ。すべて私の不徳が招いたことです。アキラ様は一旦お戻りください。情報が入り次第連絡いたします。ああ、任せる。